ビデオフッテージトライアルディールへようこそ。今回のディールなんですけれども、まあ、膨大な量、ボーナスを加えるとですね、すべてで25ギガぐらいあると思うんですけれども、膨大な量のですね、ビデオクリップ、これをですね、パッケージ化しました。さらにですね、大きな特徴としては、マスターリセールライトライセンスを付帯しております。マスターリセールライトライセンスというのはですね、販売権を付帯して販売することができます。まあ、この手のですね、ビデオクリップに、マスターリセールライトが、まあ、ついてくるっていうのは非常に、まあ、レアなケースです。ですので、まあ、非常に良い掘り出し物ではないかと思います。まずですね、ライセンスについてちょっとお話をしたいんですが、まあ、私たちから直接、まあ、購入するあなたのですね、マスターリセールライトライセンスなんですけれども、これはですね、現状のパッケージのまま無料配布することはできません。そしてですね、自己利用限定ライセンスで販売することができます。そして、リセールライトライセンス、再販権利ですね。例えば私から買った人は、自己利用限定で販売できるけれども、再販権利をつけることはできないと。これがリセールライトなんですけれども、そしてですね、マスターリセールライトライセンスを販売することができると。この3つのライセンスを販売することができます。マスターリセールライトライセンスはですね、販売権をつけて販売することができると。購入 した人はですね、販売権をつけてまた販売することができるといったものになります。一方でですね、エンドユーザーのライセンスなんですけれども、例えば、まあ、末端のユーザーとしてですね、自分のために使う場合ですね、もしくはクライアントのために使う、まあ、プロジェクトをあなたが作成したと。ビデオの中に、マーケティングメッセージと URL を、まあ、編集して入れたよと。そうしたものをですね、無料で配布するってことは可能です。再販業者として、現状のパッケージのまま無料配布することはできないんですね。まあ、パッケージを分割したとしても無料配布はできません。しかし、エンドユーザーがですね、何らか自分の痕跡をその中に入れると。そうしたものをですね、まあ、ソーシャルメディアに投稿したりですね、メルマガの、リーズマグネットですね、プレゼントとして無料配布することは可能になっていきます。この点ですね、まあ、ちょっとややこしいかもしれませんけれども、区別して考えていただけたらと思います。もうすでにですね、Facebook 等ではですね、イメージよりも確実にビデオの方がですね、反応がいいわけですね。そのビデオの中にですね、まあ、簡単なメッセージ、URL を入れるだけでも、もう非常にですね、露出のチャンスが増えてきます。もしですね、ビデオの編集ソフト等をお持ちでない場合ですね、Windows についているムービーメーカーでも十分可能ですので、まあ、手軽にですね、まあ、ビデオをピックアップしていくよと、もう膨大な量がありますので、もう尽きることなくですね、投稿することもできます。またはですね、クライアントのためにですね、ビデオを、まあ、作ると。ビデオの中に、マーケティングメッセージと URL を入れて、まあ、販売して、その人に、販売すると。いったことも可能になってきます。さらに最高なのはですね、もうこのパッケージ自体でセールスファンネルがもうできちゃうんですね。例えば、このパッケージの自己利用をですね、フロントエンドオファーとして販売します。そして、まあ、アップセルの1でリセールライトライセンス買いませんかと。そして、そのリセールライトライセンスを購入した人にはですね、今度はマスターリセールライトライセンスを買いませんかと。アップセルの2ですね。このようにして、セールスファンネルを、まあ、構築することができます。さらにですね、例えば、フロントエンドで自己利用限定を販売すると。そして、アップセルでマスターリセールライトライセンスを販売すると。もし、マスターリセールライトライセンスを買わないよと言ったお客さんにはですね、リセールライトライセンスをダウンセルすると。このようにライセンス戦略を用いてですね、このパッケージだけでもう収益性がかなりアップすると思います。もう
考えられないような奨学予算で提供しております。ぜひですね、このチャンスを見逃さないでですね、あなたの自分のプロジェクトに使いながらもですね、ライセンス戦略を用いてですね、たっぷりとですね、設けていただけたらと思います。はい、ありがとうございました。